明治おじゃが、照り焼きマヨ味、甘辛コクうま。なんかこのパッケージのイメージ写真にそそられて買っちゃいました。これなんだろう。照り焼きハンバーグ、これの絵ですね。株式会社明治39。このメーカーなんだろう。あんま意識しなかったですけど、こんなメーカーがあるみたいですね。摂取カロリー450キロカロリー。スナック菓子にしては標準的な量です。開けた時の香り、あんまし広がってこないですね。それ思ったよりちっちゃい感じで短冊状になってます。これから食べてみます。すごい照り焼き感とかがコテコテするかなと思ったんですけど、意外にプレーンな、ポテトチップスのプレーンな感じ、それが表に出てますね。まあこのパッケージ写真から想像するようなハンバーグ感みたいな、ハンバーガー感みたいなのはないです。ビールにも当然合いますけど、焼酎とかみたいな、まあ軽めなお酒、軽めっていうか、あっさりた味のお酒にも合いそうですね。まあ繰り返しますけど、パッケージにあるようなガツン感、そういう感じはないです。大きさは小さめな短冊状。結構ばらけてますね。チキンパウダー 0.014% 使用。なんか細かいですね。バンズ、レタス、マヨネーズは使用していません。パンとかレタスとかマヨネーズ。これは、なんか使われてないみたいです。イメージ写真。あの照り焼きマヨの美味しさをイメージした。とやりますけど、そんなに照り焼きマヨのこのガツンとした感じ、それは伝わってこないです。非常にライトな感じでした。